新春恒例の東京消防庁の出初め式が東京有明の東京ビッグサイトで開かれました。江戸の火消し文化を受け継ぐ伝統のはしご乗りが披露されると会場からは拍手が送られました。ビッグサイトでの開催は4年ぶりで、職員や消防団員などおよそ2500人が参加し、消防車両など126台が出動しました。首都直下地震を想定した救助訓練も行われ、ヘリコプターによる救助活動や危険物の入ったタンクを消火する様子などが披露されました。